ちは。こんにちは。今日は渋温泉春蘭の宿酒屋さんにお邪魔しております。こんにちは。こんにちは。こちらで M3 イベントがあると伺ったんですが、はい、いつの日程になっておりますか？はい、2月の13日、14日とバレンタインデーにかけましてパーティーを企画しております。こちらちょっと浴衣が目に入ったんですが、はい、こちら着て着られるんですか？あ、そうなんです。実際にこちらの浴衣、好きなものを選んでいただきまして、こちらを着ながらパーティーを楽しんでいただきます。すごいいろんな種類があっていいですね。はい、そうなんです。浴衣もたくさんあるんですが、帯もあと下駄もお選びいただけます。はい、普段着ないからあれですね、はい、とっても砕けた感じになっていいですね。そうですね、あの普段と違った雰囲気でお楽しみいただけるかと思います。こういった感じに来ていただくとなります。こちらにポストがあるんですが、こちらどういう意味を持ったポストなんですか？はい、当館は人の縁に育まれ、人の縁を育むという経営理念を持っておりまして、このポストも、その一環となっております。絆郵便と言いまして、普段、はがきを書かない人にもはがきを書いて送るという意味で皆さんに書いていただいております。こういったはがきもご用意しております。中森さんからね、はい、料理、今日中森さんと話したのを中森さんまとめてくれたんですけど、はい、ですね、やっぱりあの前回あのコース料理だったっていうことなんですけど、うん、あのやっぱりなるべく話がしやすいようにお邪魔にならないようにあのお料理を出す回数を減らした方がいいんじゃないかなと思いまして、大きいプレートに何品か料理を用意するっていう形はどうかなと思いまして、はい、あとはあのやっぱり女性らしい気遣いとかが出るといいなと思いましたので、うん、あの取り分けのできるサラダだとか、うん、そういった料理があったらいいんじゃないかなと思いました、うん、はい、あとご飯をどうするかっていうのは検討中なんですけど、メインディッシュがローストビーフということで、うん、まあ、キッチンさんに当日切っていただいて、はい、はい、でデザートがチョコレートファンテンですね、はい、はい、チョコレートファウンテンですね、はい、夏子さんのプリッツ入れたいので2人で、はい、これで6種類、1、2、3、4、5、6で、はい、行きたいなと思うんですけど、はい、はい、ありがとうございます、はい、まあその完全なビュッフェっていう形じゃなくて、そのテーブルの中での、はい、その取り分けっていう形になるんで、うん、はい、まあいいところもあれば、まあ食べ残しとかっていう問題っていうか、多分厨房の方から意見が多分出てくると思うんですけど、はい、まあ量とかうまくね、うん、コントロールしながら、はい、できればすごくいいアイデアだと思うんで、うん、あの男性がやってあげるっていうパターン、うん、あ、ありますね、はい、そうですね、はい、それは入れていい、いいですよね、うん、はい、雰囲気になるかなと思います、はい、こんにちは。こんにちは。すいません、自己紹介お願いします。はい、春蘭の宿酒屋の中森と申します。中森さん、こんにちは。こんにちは。今日は、なんか打ち合わせが今やってましたけど、何の打ち合わせだったんですか？はい、はい、2月に開催されます縁結びイベントの担当スタッフの打ち合わせでございます。縁結び、はい、どんなことをやられるんですか？はい、2月の13日、14日とバレンタインバレンタインの日ですね。はい、そうなんです。バレンタインデーに合わせて、はい、独身の男性女性を、集めたイベントを、はい、出会いの場として、はい、何人ぐらい集まるんですか？はい、
男女それぞれ16名様ずつを募集しております。じゃあ32名ってことですか、はい、そうですね、結構規模が大きいですね、はい、この酒屋さん、はい、ホテル、いろんななんかこだわりが持ってるってお聞きしたんですけど、はい、そうですね、当館はもう人の縁に育まれ人の縁に育むという経営念を持っておりまして、はいはい、人とのご縁を大切にしておりますので、はい、今回のイベントもその一環となっております。はい、縁を大事にするんですね、はい、そうです。それからなんかはい、浴衣をすごくなんか選べるってお聞きしたんですけども、はい、そうなんです、実際に当日浴衣を選んでいただきまして、はい、当日、はい、また来てやるんですか、はい、あ、そうなんですよ、すごいですね、はい、普段と違った雰囲気で、うん、このパーティーを楽しんでいただけます。なんかリラックスした感じでできますよね、はい、そうですね、はい、なんか特徴はあるんですか、この酒屋さんならではの婚活、はいはい、何かそうですね、力を入れてることはありますか、はい、全て当館のスタッフが企画、はい、当日の、はい、司会なども担当しておりまして、はい、そうですね、なんかさっきなんかグッドアイデアとか言ってなんか盛り上がってましたけど、なんかそれは秘密ですかねそうですね、詳しい内容はまだお話できないんですけれども、はいはい、やっぱり泊まっていただいてやるっていうことで、うん、あ、泊まりで、はい、あ、そっかそっか、そうですね、時間を長く取れますので、はい、よりたくさんの方とお話ししていただいたり、はい、縁を育んでいただけるかと思いますね、はい、まあこうね、はい、いろんな思いがこう、はい、その時間内で、はい、皆さん参加された方があると思うんですけども、はい、そういうなんか言葉として出せないような気持ちは何かこうスタッフさんが代わりに何かしてくれるんですかね。はい、あ、はい、もちろんです。こちらの方でもそうですね、その、うん、何回かマッチングを、うん、はい行う予定です。何回ぐらいするんですか。全部で3回を予定しております。それは結構多い方ですかね。はい、よくほら、はい、ね、一番最後に好きな人の名前とか書いて、はい、まあ、立ち去るみたいな、はい、そんな感じだと思うんですけども、はい、3回もやるんですね。そうですね、やっぱり時間が長いですので、こう話をしていく中でやっぱりあの人がいいかもしれないなって変わっていくこともありますので。変わるんですね。はい、そうですね。なんか聞くところによると、はい、今回で4回目ってお聞きしたんですけど。そうなんです。もうだいぶこうノウハウを積み重ねてるんじゃないですかそうですね、毎回たくさんの方いらっしゃっていただいて、こちらの方も勉強させてもらってます。まだ日にち、はい、1ヶ月近くありますけど、はいはい、これから着々と準備進めていかれると思いますけど、はい、ね、はい、皆さんに楽しんでいただけるように進めていきたいと思っています。じゃあぜひ頑張ってください。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。いいですか。はい、わかりました。はい、いやでも4回目になるとかなりもうベテランというか、いろんな場面を見てきたんじゃないですかねそうですね。なんか特に印象的に残ったことって何かありますかね昨年の、うん、だって2月のバレンタインにやった時、ちょうど1年前から、はい、それ何回目の時ですか。それは、2回目の時ですね、はいはいはい、だったんですが、ちょうど大雪になってしまいまして、はい、その時にまあ、帰る、ちょうど帰る日だったんですけれども、はい、雪で帰れないなるほどっていうことになってしまって、参加者みんなで雪かきをはいはいして、それで余計仲良くなったっていうことがありました。その中でじゃあカップル生まれたんですかね、はい、本当に本当にそうですね、その後のことはちょっとよくわからないですけれども、その時点ではね、連絡先交換したりとかっていうのを、はい、聞きます。なんかそのカップルになった場合、はい、なんか特典とかあるんですか。あ、そうですね、はい、今回のなんか、はい、商品というか商品はい、それは秘密なんですか。はい、秘密です。あ、なるほど。はい、わかりました。はい、ぜひまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。